柴田勝家、織田信長に仕えた武将である。鬼柴田という異名で呼ばれるほどの猛将であり、織田政権で確固たる地位を築いた。しかしその最後は動乱の戦国時代の中でも特に残酷で壮絶なものだった。目を背けたくなるほどの最後を迎える柴田勝家の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、謀反を起こす勝家。1522年、尾張の国、武士の家にて勝家は生まれる。柴田。やがて青年となった勝家は、尾張の国の戦国大名、織田信秀に仕えて働いた。よろしくお願いします。産む。勝家が織田家に仕えてからしばらくして、20代後半となった勝家は、織田家で重臣の立場を築いていた。そんな中、勝家の主君、織田信秀が病気でこの世を去る。信秀様。信秀亡き後、勝家は信秀の子、織田信勝の補佐役を担った。これからよろしく頼む、勝家。はい、この勝家にお任せください。そして、織田家の家督を継いだのは、信秀の嫡男であり、信勝の兄でもある信長だった。頼りにしております、兄上。おぉ。うぃー。信長は織田家の中で大津家と評判だった。奇抜な格好で奇行を繰り返す新当主信長に対して、勝家ら織田家の家臣は相当不安に感じていた。勝家様、私にはあの大津家が織田家をまとめていけるとは思えません。うーむ。そして、信勝様。あ、勝家。信長を打倒する。勝家をはじめとした家臣らは信長を当主の座から引きずり下ろし、信勝を新当主に擁立しようと動き出した。1556年、伊能の戦い。勝家ら信勝派は、信長の直轄地を攻めた。そして、信長の軍と激突した。勝家行け！戦いの結果、勝家ら信勝派が敗北した。くふん！勝家！勝家は敗走し、信勝派の主要な武将は次々と戦死した。強い。謀反を起こした勝家と信勝は処刑されそうになるが、信長信勝の母ドタ御前の取りなしによって許された。寛大な対処をしていただきありがとうございます。織田家繁栄のため実力がある者をこれ以上失いたくはない。あ、わしは信長様の実力を見誤っていたのかもしれない。我らは信長様の慈悲に感謝せねばなりませんな。信長に赦免されたことで、勝家は改心したが、信勝は違った。俺はまだ諦めないぞ。信勝様？信勝派が謀反に失敗してから2年後、信勝は再び謀反を企てる。今度こそ信長を倒す！しかし、勝家は信勝の謀反計画を信長に密告する。信勝様が謀反を計画しております。おお。そして1558年、信勝は信長によって暗殺されてしまう。うわ。勝家が信勝を見限った主な理由は次の3つが考えられる。1、勝家が信長の実力を認めた。2、敗戦後、信勝が勝家を軽んじるようになった。3、信長に赦免されたにもかかわらず、再び謀反を企てた。信勝の死後、勝家は信長に仕えた。信長様の力となり、織田家を守っていく。しかしこれ以降の約10年間、勝家が表舞台で活躍することはなかった。桶狭間の戦いや尾張統一戦など、信長にとって重要な合戦の記録に、勝家の名前はない。謀反事件の影響か、それとも何か別の理由があったのかよく分かっていない。いずれにしても、勝家の30代と40代前半は戦国武将としては不遇の時代だったと言えるだろう。そんな時代を経て、勝家は武将としてその名を天下に轟かすことになるのである。チャプター2、戦いまくる勝家。信長は信勝を排除した後、急速に勢力を拡大していった。1560年、桶狭間の戦いで今川義元を倒し、1565年、尾張の国の完全統一を果たした。そして、
足利義昭を新しい将軍に擁立して中央政権にも影響を与えていった。そんな中、柴田勝家も再び合戦に出るようになる。この頃勝家はすでに40代半ばとなっていた。信長様のため、織田家のため、長年の不遇を吹き飛ばすかのように勝家は戦場をかけた。1570年姉川の戦い、1571年比叡山焼き討ち、1573年牧島城の戦い、まだまだ行くぞ、1573年小谷城の戦い、1575年長篠の戦い、同年越前一向一揆攻め。勢力拡大を続ける織田軍は敵対する勢力を次々と撃破していった。主要の戦いの中にはいずれも勝家の姿があった。そして数多くの武功を挙げていった。それらの功績が認められたことで、勝家は越前の国49万石と北の少女を任される。やったー、勝家、お前には北陸方面の攻略を任せたい。この勝家にお任せください、信長様。この頃信長は支配地域を拡大させるため、全国各地に配下を派遣して攻略するという方面軍を組織していた。そして勝家は北陸方面の軍の指揮を任された。北陸方面は90年間一揆が続く加賀の国や上杉謙信の守る越後の国など強敵揃いの地域であった。そのため信長は前田利家をはじめとする強力な武将たちを与力として勝家に任せた。我らの力で必ずや北陸を支配してみせます。うむ、任せた。こうして勝家率いる北陸方面軍の熾烈な戦いが幕を開けた。その戦いの中で勝家はある男とめちゃくちゃ喧嘩することになる。チャプター3、秀吉と大喧嘩する勝家。勝家の北陸侵攻の前に立ちはだかったのは越後の国の戦国大名上杉謙信であった。織田軍の好きにはさせない。謙信は軍神と評されるほど強い相手だった。そのため信長は羽柴秀吉を援軍として勝家のもとに派遣し、謙信に対抗しようとした。謙信は強敵だ、援軍に行ってこい。猿、行ってきます。勝家様、援軍に来ました。おお、頼りにしておるぞ秀吉。二人は織田家の中で共に力を尽くしてきた、いわば戦友であった。しかし上杉軍と戦う前の作戦会議の途中で二人はめちゃくちゃ喧嘩した。勝家様、おめえは頭が硬いんじゃ。なんだとこのハゲネズミ、猿顔野郎。そしてむきー、もう怒った、もう帰る。え、秀吉が勝手に戦線離脱するというありえない事態が起きてしまう。ま、マジで帰りやがったあの野郎。秀吉が戦線離脱したことで作戦は崩壊し、勝家の軍は乱れに乱れた。そして勝家は上杉軍との戦いに敗北してしまう。一説にはこの敗戦で勝家の軍に1000人規模の戦死者が出たという。ちなみにこの後秀吉は信長にめちゃくちゃ怒られた。こんなハゲネズミ、猿顔豚野郎。そんな困難もありながら、その後上杉謙信が病死したことで勝家は北陸攻略を勢いづけた。1580年に加賀の国の平定に成功し、能登の国、越中の国にも軍を進めた。いつしか勝家は織田家筆頭家老の地位を手に入れていた。信長様のため、織田家のために、まだまだ戦うぞ。1582年、勝家率いる軍勢は越中の国の上杉方の城魚津城を陥落させた。よし。勝家が魚津城を落とした頃、京都では大事件が起こっていた。チャプター4、本能寺の変。1582年、本能寺の変。織田家の重臣明智光秀が謀反を起こし、主君である織田信長を自害に追い込んだ。この事件の中で信長の長男信忠も命を落とした。信長、信忠を失った織田政権は大混乱に陥った。勝家が事件を知ったのは事件発生の翌日だった。何？信長様が撃たれた。よくも信長様を撃ったな光秀。一刻も早く京都に向かうぞ。そして謀反を起こした
明智光秀を討つ。勝家はすぐに京都に向かう準備を進めた。しかし上杉方の大将に手こずり、思うように軍を動かすことができなかった。くっ、早く信長様の仇を討たなくてはならんのに。そうこうしている間に、遠征先から京都に戻ってきた秀吉が明智光秀を討伐した。よし、信長様の仇を討ったのは俺だ。秀吉に先を越されたか。信長の仇を討ったこの事実は秀吉に大きなアドバンテージを与えた。もし勝家が明智光秀を討っていたら、歴史は変わっていたかもしれない。チャプター5、清須会議。本能寺の変から二十数日後、尾張の国清須城にて今後の織田家について話し合いが行われた。話し合いに参加した者は羽柴秀吉、柴田勝家ら織田家の重臣4人だった。この会議の後、織田家の後継者は信長の孫である三法師とされた。しかし実際に権力を握り織田家を動かしていったのは秀吉だった。また会議では領地の再分配も行われた。この再分配により勝家と秀吉の国高は逆転した。織田家の筆頭家老はこのわしだぞ。信長の仇を討ったことで勢いづいた秀吉は会議の場を掌握していたようである。共に織田家を良くしていきましょうぞ。はっはっは。こうして深まった勝家と秀吉との間の溝はやがて武力衝突へとつながっていく。ちなみにこの時、勝家は信長の妹お市と結婚することとなった。清須会議で生じた勝家の不満を抑えるため秀吉が動いたとも言われている。秀吉め。しかし二人の対立は解消されることなく、より深まっていった。チャプター6、最後。清須会議から少し経った頃、織田家を乗っ取ったかのような秀吉の振る舞いに信長の三男信孝が反発した。調子に乗るな秀吉。しかし秀吉の謀略によって逆に屈服させられてしまう。ぐぬぬ、なんとかしてくれ勝家。信孝様、秀吉。そして1583年、勝家は挙兵する。秀吉を止める、奴の横暴を許すな。こうして勝家と秀吉は激突した。しかし秀吉の謀略は勝家の想像を超えていた。柴田軍の主力部隊を率いていた前田利家が突如戦線離脱。利家。この出来事により柴田軍の統率は乱れに乱れた。前田利家がなぜ戦線離脱したのかはっきりとは分かっていないが、事前に秀吉の調略があったと考えられている。こうして柴田軍は崩壊し、勝家は秀吉に負けた。勝家は事前に毛利家や高野山に援軍要請をしていたが、どちらも勝家に味方することはなかった。今の秀吉と敵対することはできない。戦いが起こる前にすでに体勢は消していたのかもしれない。戦いの後、勝家は北の庄城まで退却するが、すぐに城は秀吉の軍勢によって取り囲まれてしまう。申し訳ございません、お市様。敗北を悟った勝家は妻お市や従者とともに死を決意する。勝家はお市をはじめ子女らを次々に刺し殺した。そして自らの腹を切り裂き切腹して命を絶った。切腹の際、勝家は自らの腹を十字に切り開き、内臓をかき出した後部下に命じて首を落とさせた。享年62。許さん秀吉、許さんぞ秀吉。仕えてきた織田家を乗っ取られ主君だった信長の妹を刺し殺さねばならなかった勝家の無念は計り知れない。勝家の死後、秀吉は数々の敵を排除し名実ともに天下人となった。そして織田政権に代わり新たに豊臣政権を築き上げるのである。勝家は賤ヶ岳の戦いの際に違反した部下たちを攻めることはせず、最後までついてきてくれた家臣らに逃げて生きることを許したといいます。そして今生において家臣たちに報いることができないことを嘆いたと伝わっています。鬼と呼ばれた勝家は人情にあふれた温かな人物でもあったようです。今日の名言。夏の夜の夢地儚き後の名を不問にあげよ山ほと研ぎす。柴田勝家、時世の句。私の人生は夏の夜のように儚いものだった。
ホトトギスよ、私の名を後の世にまで伝えてくれ。次回の日本史漫画は豊臣秀吉の母、傲慢どころの生涯